マリオ・ホセ・ソン・ティアゴ・エルナンデスは、プエルトリコジチレン・ポーク、グアヤマ出身の元プロ野球選手。2005年の MLB ドラフトで、カンザスシティ・ロイヤルズから16位で指名されプロ入り。2011年12月15日に、韓国の s k ワイバーンズに入団。2012年は、故障もあり18試合に登板し6勝3敗、防御率3.240という結果だった。チームが、 ダグスレートンと契約したこともあり、同年オフに対談した。2013年1月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。3月に開催された第3回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。準決勝の対日本戦に先発して4回1、3を3安打無失点に抑え、日本の WBC3 連覇を阻んだ。 高頭の要因には、保守のヤディアー・モリーナの配球を挙げ、自らが SK 時代のキャンプで、北海道日本ハムファイターズと対戦した経験や、スコアラーの情報をもとに、配球や投球テンポを工夫したと話した。しかし、この試合で、右肘の人体帯を損傷し、4月にトミー・ジョン手術を受けた。この結果、レギュラーシーズンでは、マイナーリーグでも1試合も登板しなかった。 2014年は、どの球団にも所属しなかった。オフに、プエルトリコのウィンターリーグである、リーガでベースボールプロフェッショナルロベルト・クレメンテに参加し、カリビアンシリーズにも出場した。2015年3月16日に、NPB 阪神タイガースと契約した。背番号は、41。前年から2人の投手を含む4人の、外国人選手が一軍の主力を担っていた。 阪神では、いずれかの選手が離脱した場合などに備えて、5人目の外国人選手を調査。その結果、先発、リリーフの両方をこなせる上に、WBC で日本代表を抑えたなどの実績もあるサンティアゴの獲得に踏み切った。NPB で同時に一軍へ登録できる外国人選手の上限などとの兼ね合いで、シーズン開幕後は、 ウエスタンリーグ公式戦での登板が続いた。しかし、メッセンジャーが不審で、出場選手登録を抹消されたことを機に、5月15日に来日後初の一軍昇格。同日の対中日ドラゴンズ戦での先発で1、軍デビューを果たすと、7回1失点で来日初勝利を挙げた。その後もすべて先発で2試合に登板したが、メッセンジャーが復調したことなどから、 同月29日に登録を抹消。球団が6人目の外国人選手として、ガイア州のネルソン・ペレスを獲得したり、メッセンジャーが再び一軍の先発ローテーションに定着したりするといったチーム状況を背景に、抹消後は一軍での登板機会がなかった。結局、翌年の戦力構想から外れたため、レギュラーシーズン終了後の10月6日に、プエルトリコへ帰国した。 12月2日、自由契約公示された。2016年は、所属球団なく、プエルトリコのウィンターリーグでプレー2017年2月8日に指名投手枠で第4回、WBC のプエルトリコ代表に選出された。当期は、前年に続き、プエルトリコのウィンターリーグでプレー2018年も、所属球団なく、プエルトリコのウィンターリーグでプレー オーバースローから最速時速1 5 4トルのフォーシームと最速時速1 5 0トルのシンカーを投げる。シンカーはフォーシームとほとんど球速が変わらずにシュート回転で微妙に落ちる球で本人はハードシンカーと表現している。この他に変化球としてカーブ、チェンジアップ、スライダーを持ち玉とする。ヨシシ級のうちヨシキューが多い。マイナーリーグ。 教育リーグなど合わせて、通算のヨシシ百255のうち、ヨシ級は約6分の1に当たる51である。脱三振も少なく、SK 時代の脱三振率は4.63、マイナーリーグでの自己最高脱三振率は6.59である。マイナーリーグ、韓国球界のいずれにおいても公式戦で打席に立ったことはなく、来日前にはバンとも行ったことはなかった。 ロイヤルズに所属するサルバドール・ペレスとは友人同士であり、阪神で初勝利を挙げた際にはペレスから祝福のメールを受け取った。NPB、ありがとうございます。